さあ鎌倉に着きました。鎌倉にですねめちゃ美味しいハンバーガー屋があるってことで、ジモン初めてシリーズ、ハンバーガー初めてシリーズいやいや暑いわ。なんといっても今日も鎌倉暑いです。観光地です。人が多いです。渋滞がいっぱいです。どうなりますでしょうか。お楽しみに。まあ、鎌倉ついてちょっとブルバラとそぞろ歩きすると人が多すぎるし暑いし大変です。34度です今日。めちゃくちゃ暑いで、今から行くのが、はい、あれかなハンバーガーのお店って書いてあるから、はいはいはい、あ準備中だ。まだ早すぎた。俺早いんです。これ10時半からなんで。でもこうやってるかなと思ってたけど、いやいやハンバーガーのお店って書いてあって、うん、ほらブリスクスタンド、はい、ブリスクスタンドがハンバーガーの店なのか、はい、ハンバーガーのお店なのか、いやいやだからちょっと分かんなすぎてダメです。いやいやこっちダメなんですか。そうダメ。入り口からもうブリスクスタンドってやるべきなのに、はい、なんか分かんないけどこう入ってきてこうみたいな感じになってるじゃないですか。いやでも美味しいらしいです。それで来たんだけどさ、はい、ここが美味しいハンバーガーなんだろ。いやそうです、ここ美味しいです。あ、すいません、あと「ふざチャンネル」って番組のジモンなんですけど、撮影してもいいですか。はい、もちろん大丈夫です。鎌倉に美味しいハンバーガー屋ができたとかいうのを聞いて来たんですよ。あ、本当ですか。わすごいね。これ名前どっちなんですか。ハンバーガーの店っていうのがブリスクスタンドが店名です。あ、ブリスクスタンドが店名なの。はい、はい、ハンバーガーの店はただはなんかちょっと分かりやすく。あ、そうだったのか、はい、分かれてて分かんないです初めての人にとってはどっちか分かんないですこれちゃんとした方がいいです。なんかブリスクスタンドだとちょっとなんかハンバーガー屋さんで分かりづらいなと思って逆に。だからハンバーガーブリスクスタンドにする方が。ああ、いいですね。ブリスクスタンドは愛がなさすぎちゃうんですよ急に入ってきてベロベロ喋りすぎですよそれ私の仕事ですからいや俺いつもこんなんだよ。びっくりしてますよいやいや、いつもこんなんなんだけどすいません、はい、じゃあちょっとはい、あの座っていいですか。あ、すいません急に来てごめんね。あ、いえいえ、ありがとうございますびっくりしました。いやいや、じゃあ店長さんですか。いや、自分は実はこのブリスクスタンドのオーナーで。おい、はい、お若くないですか。いやいや、もう全然昭和生まれなんで全然若くはないです。あ、ちょっと、はい、エイジングうまくいってんだね俺もそうなんだ。エイジング僕60歳なんですよ。いや、もう全然見えない。62ですよ、今年。全然オリンピックのトム・クルーズと一緒ですじゃあこちらがメニューになりますので。あ、これが気になる。見て、切ったやつっていうの。切ったやつ。俺ね、ハンバーガーのロケやるときに途中で一回切ってくださいっつってさ、切ってやるわけよ。この切ったやつはですね、焼き上がったハンバーガーを真っ二つに鉄板の上で切らさせていただいて、でうちが国産牛 100% のパティ使ってるんで、そこから出た油ってなんかもったいないじゃないですか、はい、良質な油に。その良質な油を断面に戻して揚げ焼きしてるっていう。うわー、いいね。俺ね、王将の餃子で本店行くと両面焼きとかできるね。いや、できるのよ。そうなんですよ。上が焼いて下も焼いて両面焼きとかあるけど、香ばしくて美味しいので。あ、それ絶対いいですよ。はい、じゃ切ったやつのダブルパティいただきます。ダブルパティでドリンクとかいかがですか。ドリンクいただきます。ドリンク飲み物がこれもですね、またこだわりがあってですね、手作りシロップっていうのがあって、おスパイスをですねお店で煮出して作っているものになります。じゃあこれレモンスカッシュもそうですか。レモンスカッシュは、国産のレモンと、機械島のアラ島だけで作っているレモンスカッシュ。今の言う感じで言うと、はい、こっちを飲んでほしいのかな。いや、この3つはもうすべて。あ、じゃあ俺レモンスカッシュで。レモンスカッシュで。レモンスカッシュで、はい、これを半分焼いたやつで、ダブルパティで、はい、これも、お前なんか食べない。食べます。これと違う、これと違う、ハンバーガーってあります。違うものですと、はい、うちこのパンと肉っていう商品があって、うん、もうほんとバンズとパティだけの商品ですと、それにですね、うちのそのこだわりの天然塩と生わさびと、ちょっとこれ言えないんですけど、こだわりの醤油に国産のニンニクをつけた。言ってるじゃないですかそれ醤油が何なのかはちょっと言えないんですけど。ああ、はい、俺分かっちゃうんですけど。いいですか。あ、もう絶対分かると思います。俺分かりますよ。だからその三連皿にこう調味料つけて、まあ、ステーキみたいな食べ物。それがトリプルパティの方がいいのかな。
そうです。あ、いいわ。トリプルがいいと思います。じゃあトリプルパティ、はいはいはい。今ブリスクスタンドが神戸と、うん、東京の浅草と、うん、あとこの神奈川県の鎌倉にありまして、うん、でこの鎌倉店にだけ今フレンチトーストっていうの限定メニューで、これは食べた方がいいね絶対ね。すごいね、ちょっと見て。まあ、パティはさっき国産 100% すごいよ、つなぎだしすごいじゃない、はい、塩もこだわってるんだね。そうなんです。塩は、まあ、国産の天然、国産の天然塩と、玉ねぎ生じゃないんだっけ。あ、そうなんですか。煮卵、玉ねぎ甘くとろっと煮た玉ねぎ煮玉ねぎで、はい。なんかうちのハンバーガーソース使ってなくて、バーベキューソースとか、はいはいはい、あると思うんですけど使ってなくて、その代わり煮玉ねぎの味とあとパティの塩だけ、まあ、リアルにお肉の美味しさを味わってっていうのを、はい、もう分かんなくしたくないという、そうです、オーナーの気持ちでいいんですか。そうです。さあ、それが出てるかどうか怖いですね。黒毛じゃなくて国産牛だからどの辺までお肉が来てるのか、ね、お肉の粗挽き加減が甘いのか強いのか細かくいっちゃってるのか、これもちょっと私チェックさせていただいて、あとで、後でちょっとこれはこの方がいいよって言うかもしれませんけど、じゃあいただきます。ありがとうございます。じゃあ嬉しいです。お作りさせていただきます。来たよ。あのね、何が美味しいってね、マイルドです。あのね、だいたいこなれてないのが多いんだよ。酸っぱい、甘い、甘い、酸っぱいとかなるのに、なんかこう、なんかこの何これ、レモンのこの、はい、なんかそのシロップみたいなやつが、はい、マイルドですわ。へー、マイルド感がすごい美味しい。で、これがそして来ましたね。これが切ったやつ、ダブルパティと、こちらパンプ肉、これそれどうする、どうする、どうする、これこちらですね、こちらのバーガー袋に半分ずつ入れていただいて。なるほど。まずこれ、どれか、これでもちょっと断面見てみたいですけどね。あ、これやってみる。はいはい、いいよ。うわ、おお、すげえ。いや、もうね
ずっしり感というパテのパンチが俺の手に伝わりますよ、はい、違います、うん、これノーケチャップノーマスタードって珍しいよこれ。あ、確かにそのまま食べるんですもんね。こうかな、こうだな、はい、いただきます。うん、あ、うわ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 、すごいお肉を感じる。うん、おいしい。ありがとうございます。やっぱりハンバーガーというとケチャップ、マスタード、胡椒、うんうん、これを強く出すところだけど、うん、それをあんまり感じず、このお肉自体の脂の甘みを感じる。あ、玉ねぎ この炒めたやつにもそれが入ってるのかしらけど、マイルドなんです。あ、この店はこの ナチュラルなものを狙ってんだね。そうですね。これは何だ、これ。これが、生わさびと、これこっちなんだ、こっちのもの。あ、でも、あのこちらにもあの国産のこちらのニンニク醤油ですね。あ、ちょっとニンニク醤油、はい、これちょっと味変えしてみようかな。また味がガラッと変わりますね。もう、結構いきましたよ。このぐらい溶けた方が美味しいと思う、これ。お、うわ、これパテは結構パンチがあって、はい、いい出来だと思います。あ、本当ですか、ありがとうございます。でもこれ入れると違いますね、醤油。これは和よりになる。日本の醤油のもろみの香りがするから、非常に塩味とか旨味を感じるだろう。ちょっと初めからこれ抑えすぎてたら、胡椒は強めでもいいかもしれないですね。あの和牛は胡椒を使わなくて人いるんだけど、ああ、そうですね。この和牛なら、うん、胡椒を使った方がいいかもしれない。下手したらもっと差別化するのは生胡椒、山椒と言わないですよ、はいはい、山椒でもいいかもしれない、山椒の粒でもいいし。うん、なるほど、すごい、うわ、思ったより逆行ってたわ。ああ、そうですか。もっとパンチのある、うわーって来ると思ったのが、非常に優しい。鎌倉の食べ込んだ人が美味しいと思うハンバーガーになっちゃった。いやこれは食べ込みがチョイスの方が好きです、絶対。ナチュラルにハンバーガーのいいものを食べたいとしたら、このお店がおすすめできるぐらいまでうまいですわ。ありがとうございます。パテとバンズはバランスすごいいいです。もっとボロッといいかと思ったら、そうですよね。いつも言うんで、もう焼き込みがちゃんとしてて、はい、美味しいと思う。うん、まだ時間経って噛み締めてもまだ美味しい。あ、そうですか。うざ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 、見てよこれ、悪魔の断面鳥。うわー、すごい。すごくないこれ。いや、さっきも食べてたポテトもうまいんですよこれ。あ、そうですね、カリッとして、見てくれこれ、うん、これわさびくっつけたら美味しいんじゃないかな、ね、ハンバーガーにわさびってあんまり食ったことないじゃん。いや、ないですね。楽しみだな。うん、わお。うんうん、わお。ものすごい和食寄りになる。なにこれ、ソースも何もかかってないんですよね。塩ですよね、パテだけ。パテ3つになるともうお肉食べてる。ああ、うん、あ、美味しい。わさび塩、これ食べると改めて思います、あのここの玉ねぎ美味しいんだなって。ああ、あの甘辛い玉ねぎの感じが引き立つですね、うんうん、この店の特徴なんだなっていうのが分かる。ここにもお醤油が、これも醤油があるんだけどですね。ありがとうございます。もう醤油とわさびって言ったらもうあれだね、ステーキ屋になっちゃうね。あ、そうですね。あら。本当ステーキだよ。そうです、お肉も粗いですもんね、うん、これハンバーガーっていうかもうステーキだ。、
びっくり。初めて知るって当たりだな。そうですね、うん、意外と知らないとこでもありますね。あるじゃんね。やっぱこれからもこのシリーズ増やしましょうよ。なんかちょっといろいろ、いろんな方面から聞いて、ちょっとね、うん、口づてで聞いて、そう、あ、なんか本当にステーキみたいだ。うざ。お待たせしました、フレンチトーストでございます。これがこの店限定の、フレンチトースト、バンズのフレンチトーストです。あ、バンズをこうつけて、そうです、それをまた、はい、なるほど、美味しそうですね。ちなみに味付けは、あのうちの親父直伝の、うちの親父がフレンチのシェフなんです。なんだそれ、はい、そうなんですか。揚げてるって初めてだな。珍しいですね、フレンチトースト揚げてるって。ほら、あ、本当にサクサクしてる周りが。アイスをね、アイスをこう乗っけて、うわお父さんがフレンチシェフですもんね。このなんか伝統的なあれじゃないですか。すごい、うまい。出た。出た。これ当たりですよ。ダメですか。これダメやつダメです。あ、マジっすか。ハンバーガーも美味しかったけど、これ美味しい。そうなんだ。これなんかどっかの出店とか、いや、というか催事とかで言ったら行列ですよ。そうですね。自分発明した時、揚げフレンチトーストめっちゃうまいよ。はい、フレンチトースト屋でやってるところダメだね。これにこれ比べたら。これだから食感ですか、やっぱ揚げ。いや、なんかね、カリン島でとは言わないよ。外カリって中がじわっとして、はい、外側が美味しい。めっちゃテンション上がったんだよ。あの変な味よりかナチュラルなんですよ。なんか甘いものってあんまり添加的な味は嫌だよ。はいはいはい。でも卵や砂糖やこの純粋に食材の味が味わいたいのに、はいはい、これは美味しいわ。でこのフレンチトースト屋さんに偉そうに言おう、これ揚げた方がうまいっすよ。いやいやいや違うところで言いますよ。フレンチトーストは揚げた方がうまいっすよ。へえ。お好み焼きもそうなの、揚げた方がうまいよ。あ、そんなのあるんですか、そんなとこ。うん、ないの、ないんですか。ないけど鉄板に巣があって、はい、昔の鉄板って酢がいっぱいあってそこに油が染み込んで美味しく焼けると、かき揚げと一緒になる。あ、だからそっかそっか。うわ、これ外側のカリカリのとこめちゃくちゃ美味しいやん。お腹いっぱいですよ、ペロッといって。これめちゃくちゃ美味しいよ。止まんないっすね。うわー、これはうまい。これブレイクの予感です、これ。サイド麺が大事ですもんね。大事ですよ。うわ、これオーナーにバニラ聞かせた方がいいな。オーナー、ちょっとこれをメインに持ってきたいって言ったらバニラ聞かせて、はい、ちょっとバニラって言ってバニラビーンズのやつとか、ちょっとそっち側に振ってもいいかもしれない。バラの香りをするなんか、ちょっといい方に向けてもいいかもしれない。なるほど。バラの香り、バラの香りのやつもあるんですよ、いろいろあるんですよ。花のね、花のバラとか、あとバニラとか高級品だけど、あと蜂蜜のそのやつに振ってもいいぐらい。ってやつはこれ自体をもっと甘さをもっと控えて、だったらこれだけで勝負できます。これだけです。陸郎おじさんのなんとかよりこっちの方がうまい。嬉しい。まずこれもしかったら駅前フランチャイズあるかも。手で持てるようなこうあれ作って箱に入れたら、揚げフレンチトーストはない。確かそうです。呪文おじいさんの揚げフレンチトースト。なんで自分の名前を書いてるんですか。これブレイクの予感です、これ。サイド麺が大事ですもんね。大事ですよ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。